お疲れ様です吉さんあの縄文式土器ってあるじゃないですか縄文時代ねなんか縄文時代って研究によると1万年ぐらいあったらしいですねまあ記録そのものがそんなにはっきりとないんで縄文式土器をいろいろと調べていくと初期の縄文式土器と末期の縄文式土器の間に1万年ぐらいの開きがあるってことが分かったらしいんでまあ日本民族ってのはねものすごい前から 気づいてたんだなあっていう風に感じるところでございます。でね、縄文式土器の縄文のもの模様ですよね。縄の模様って書いて縄文式土器ですからね。あの模様ってなんかデザイン的にはここ100年、200年では、まあ、なかなかね。考案されなかったもの。なんで斬新で新しいってい評価を受けることがあるらしいんですよ。まあつまり一時期流行ったものもどんどん流行りすぎると。 ありふれたものになって、まあ、いわゆるねダサいいものになっってて過ぎ去っていくんですよねで過ぎ去って多くの方が使わなくなっていくとその縄文式土器なら縄文式土器の模様が多くの人に忘れられてそれがたまたまポンっと出てきた時に「おこれ新しいじゃん」ってなるんですよね。で新しいじゃんと思ったらいやいやこれでもうね1万年前の模様だよっていうふうになって「え昔の人ってこんなセンス持ってたんだすげえな」みたいな感じでまあ歴史は繰り返すのかなと思います。 その歴史は繰り返すっていうことの意味が10年一昔で繰り返すのか100年単位で繰り返すのか1,000年単位で繰り返すのか1万年に1回そのブームが来るのかっていうふうなね、まあ、ハレー彗星みたいな希望希望か軌道か軌道を取っているってことがあるんでしょうね。でこのね最近ではねそのリターンバイクっていうのがあったらしいんですよリターンライダー、うん、つまり10代20代の頃バイクに乗ってた人が。 まあ社会に出ててバイクを降りてそれから今50代ぐらいになってねなんかバイクもう一回乗ってみようかなみたいな感じでまたねあのバイク乗りになるみたいなことがあるらしいんですよ、うん、でそのリターンライダーっていうのかそのリターンライダーって案外若い世代にはうざいおっさん扱いされてるらしいですねまあ、つまり「いや俺も昔若い頃のバイク乗ってたんだよね」って50になって「バイク乗った」と「お若いやつがいる」 え、なんか弟分みたいな感じだな。みたいな感じでね。え、それ何 cc? あ、そうなのえー250、250?400? なんででかいの飲んないのおじさんの1300。ね。やっぱ男がでかいの飲んなくちゃ。え、なんで大型の免許取んないの、まあ、そうなのうーん。面白くないでしょ。大きいの飲んなくちゃ。ってからだんだん嫌われるそうなんですよ。リターンライダー。<laughs> 歴史は繰り返すということですけどもね。やっぱりね、いくつになっても自分の手柄をね、こうやって 若い人とかに言いたいんですよねだから嫌われる最近の若いもんはって言ったりね <laughs> 言ってらっしゃい